はい、どうもおはようございます。4月22日、今日も、国家塾の久保、隠居 TV が、このサブチャンネルから始まります。サブチャンネルも、あと、まだですね。少なくとも26日までは、この放送、このチャンネルから続けますんで、うん、まあ、27日からですからね、朝の放送、メインチャンネルでやるのは。うん、まあ、でも、こうやってサブチャンネルでやってても、いつもの方がね、こうやっていらっしゃるのは、本当にありがたいことだと思います。うん、ありがとうございます。 で、今日のテーマなんですけども、えっと、継続の意味ですね。継続、継続ってよく言いますけども、無意味を重ねて意味を出すというふうに私は考えてるんですよね。それが継続なんですよ。まあ、例えばこの YouTube ですけども、YouTube で稼いでみたいなとか思う方いると思うんですよ。お、しげみさんおはようございます。どうもどうも。今日もよろしくお願いします。あと、何日ですかね。メインチャンネルに行くの。うん まあでもサブチャンネルもお越しいただきまして本当にありがとうございます。で、YouTube で稼ぎたいなと思った方が、YouTube のアカウントを開設してね、で、動画のアップロードを始めるじゃないですか。でも、どうですかね、動画を1本上げました、<laughs> 10本上げました、100本上げましたっていうふうに作っていく中で、うん、なかなか YouTube が利益につながらないとかね、YouTube で思った通りの効果が出ない、再生数が上がらない、チャンネル登録者が集まらないって、いろいろ悩むと思うんですよ。 うん、だから思うんですよね。こんなことやってて意味があるのかなって。まあ、例えれば、オリンピック選手です。アスリートを目指す人がですね、腕立てせを1回やりました。ダッシュを1本やりました。懸垂を1回やりました。腹筋を1回やりました。これって、アスリートになるためには無意味ですよね。全くことをなさないと思います。腕立て1回で何ができるんだ ダッシュ1本でアスリートになれるのかと懸垂1回でどんなスポーツ選手になるんだ腹筋1回やったところでオリンピックの代表選手が選ばれるんですかまあとてもじゃないけども、これは誰から見ても無意味ですよね。でもですね、例えば腕立てをよ10回、ダッシュ10本、懸垂10回、腹筋10回にしたらどうでしょうかまあオリンピック選手にはなれませんよね。さらに腕立てを百100回、ダッシュ100回、懸垂100回、腹筋100回にしたらどうでしょうか またさらに、一回一回を工夫しながら、そして目的を決めながら、腕立てを100回やったり、ダッシュを100本やったり、懸垂を100回やったり、腹筋を100回したらどうでしょうかね、なんとなくこれ力がついてきそうですよね。お、よしみさんもおはようございます。今日もよろしくお願いします。そうなるとね、ちょっとね、不思議なんですよ。 一回一回だと無意味だというふうに思ったのは私も一緒です。腕立て伏せを一回やっただけでは筋力つきますかねアスリートになれますかオリンピックの選手になれますかなれないでしょでも、工夫しながら回数を重ねていくと、どうでしょうかアスリートに近づいていくんじゃないかなと思うんですよ。これをさらに一一日連続とかね、10日連続とか、100日連続とか、1000日連続でやり続けたらどうなるかってことです。 つまりね、無意味なことの積み重ね、それが意味をなすまで行うこと、これを継続っていうんじゃないかなと思うんですよ。思えば私の YouTube も最初にアップロードした動画、ここからは何も生まれてないんですよ。で、次に上げた動画、これも何も生まれてないです。ただ何人かの方が見ただけです。そうして、無意味同然の動画を積み重ねて、 年という単位にしたときにどうだったかってことなんですよ。私の場合は3年ぐらいで1億円になりましたし、動画を1本1本やったところでインパクトはなかったんですけども、まあ今はね、ちょっとサブチャンネルからなんですけども、メインチャンネルには2万本の動画がアップロードされてます。2万本ですよ。2万本ぐらい上げるとね、やっぱりね、さらに1億円とか生まれてるんですよ。1回1回はほぼ無意味。いや、本当に無意味なんですよ。1回1回は。 でも、続けた結果、意味をなすところまで来たわけですよ。つまりは、意味をなす前にやめてしまえば、無意味のまんま終わります。でも、意味をなすところまで続けてしまえば、無意味の連続が意味をなすってことになるんですよ。だから、これを継続って言うんじゃないかなと思いますし。えー、もしね、うん、継続が本当にできるんだったら、手段は変える必要は私ないと思います。ブログをずっと書いていって、 ブログがなかなか結果出ないなぁと。ん最近は YouTube が流行ってるんだって。よし、YouTube にチェンジしようかな。やる必要はないんですよ。逆に YouTube に人が集まってるってことは、ブログのライバルが減ったぐらいに思っとけばいいんですよね。だからもし継続ができるなら、手段を変える必要がないというふうに思ってるんです。で、一点集中で突破すれば、突破した頂点っていうのは他の頂点につながってるんですよ。それを私は体験しましたので、 この10年ちょっとお話していこうかと思います。えっ、ー、と、吉見さん気になっていたのですが、お体はその後、無罪本命ですかあ、全然大丈夫です。おかげさまで、えっ、ー、と、隅から隅まで大丈夫でした。コレステロール値が若干高いんですけども、まあでも平均内に収まっていて、まあ、日の付け所がないということでございました。付け加えるならね、健康な状態の時にこそ、不健康なところを探すために、定期的に診断を受けた方がいいよってことでした。 健康状態が壊れてからみんな病院に来ますけども、そうではないらしいんですよ。やっぱりね、予防することが最大の治療ですから、いつも体に問題ないですねっていうふうな診察を受けるために病院に来た方がいいですよっていうことですかね。私もそのようにしようと思いますので、えー、今度は6月に、ね、伺おうかと思います、えー。今までは年に1回から2回だったんですけども、あの基本年に4回、3ヶ月ごとに行くことにしまして、 そして気になるところはさらに細かい検査を受けに行くということで、時間とお金はかかりますけども、時間とお金がある以上は健康に投資すべきだなというふうに考えがまとまりました。50歳を前にしてここに気づけるのは本当にね、ありがたいことだと思います。通常はね、お仕事されたり他のことがあったりして、実生活に影響があるところまで我慢しちゃうっていう例が多いんですよ。まあ、そうなると治療にも時間もお金も逆にかかっちゃいますし、 もっと言ったら、知名度で、ね、もう手遅れってこともありますんでね、うん。だから何もない健康状態だからこそ健康診断に行かないと。不健康になっていったら不健康診断ですよっていうふうな冗談も飛び出しましたね。はい。あのご心配いただきましてありがとうございます。はい。清美さん、おはようございます。今朝は間に合いました。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。あの、清美さん、明日はね、土曜日なんですけども、実はね、大和くんと親子遠足の日なんですよ。ですんで、またね、日曜日に、 あのお店の方には伺いますので、日曜日またお相手お願いします。土曜日は遠足の方に行ってきます。楽しみです。はい、それで繰り返します。えっ、ー、と、もし継続ができるなら、手段は変える必要がないということを言いました。で、一点集中して突破すると、突破したその頂点は別の頂点につながっていくということを、私の体験がこの10年、振り返ったらありますので、ちょっとお話ししていこうかと思います。まず私がやったのは、 あのネットビジネスで稼ぐって言葉ですけどねアフィリエイトでしたでアフィリエイトっていうのは私のやり方はブログを量産してそこに来る少ないアクセスで広告収益を上げるって形でした一つ一つのブログのアクセスが少ないんでたくさん作ることによってトータルアクセスをまあ作っていったって形ですよねそれにより私のアフィリエイトはまあ3年で大体1億円になったわけです 本当にアフィリエイト、ブログだけやってきました。ずーっとブログです。ね。いろんなものがその間に流行りましたけども、その SNS が始まったりとかね、Facebook ですか、Mixi が、SN、Facebook に変わっていったりとか、Twitter がものすごく稼げるよっていう話が出てきたりとかね、メルマガを始める人がいたりとかしましたけども、私はブログアフィリエイトだけをやって、何も脇道振らずに、それだけやって3年間で1億円を突破したと。 最初のブログは全くアクセスが集まらずに1とか2でしたよね。だから無意味なブログアフィリエイトを続けてきた結果、まあそういうふうに成果が出るのに3年かかったんですけども、逆に言うと3年未満でやめてたらブログを作ったけど儲からなかったっていう実績が残っちゃいます。今私の場合は3年ブログを書き続けて、トータルで1万4000個のブログを作ってアフィリエイトをかけたら1億円になったというね。意味があるところまで やって、で、そこから離脱したんで、うん、まあ、価値確定っていう形でしたかね。意味が残ったかなっていうところです。じゃあ、この経験をもとにね、次の3年は、まあ、YouTube でアフィリエイトをしたわけですよ。まあ、今と同じですけどね。YouTube に力を入れていくと、ブログでやったことを、まあ、ただ YouTube にしただけなんで、まあ、これもね、利益を上げたりとか、チャンネル登録を増やすことが、そのままできるようになりました。つまり、アフィリエイトで鍛えた。 ノウハウっていうのがそのまま YouTube に来たわけなんですよ。これがだから頂点は別の頂点にポーンとつながるってことなんですね。でもアフィリエイトを挫折してで YouTube に行ったら、まあアフィリエイトでの成功の体験がないですから YouTube ってまた一からなんですよね。でもある程度アフィリエイトで仕組みが分かっていれば、そしてね、続けていればなんとかなるっていう実体験がありますから YouTube も 焦らずにね、年単位で続けることができたかなってことですよね。清美さん、今週の日曜日は多分お休みです。あ、そうなんですか明日は遠足楽しみですね。明日なら天気なのが良かったです。はい。ありがとうございます。じゃあもしかしたらちょっとお会いできないかもしれないですね、今週はね。はい。えっ、ー、と、お休みの連絡ありがとうございます。はい。まあでも、多分私はね、あのー、ドライブのコースいつもと同じなんで、あれですね、清美さんのお店がやってないとなると、通り過ぎて、 スーパーに行くかもしれないですね。その先にスーパーあるでしょ。なんていうお店か忘れましたけど、朝口唯一のスーパーですか。うん、中森かなそんな感じのとこだったかなと思います。安富かな <laughs> なんか昔ながらのスーパーですけどもね。で、私の体験戻りますと、最初の3年間はヒデート、そして YouTube。次に暗号通貨。暗号通貨も YouTube を通じて発信を続けてきた結果、8000人のチャンネル登録者を暗号通貨によっては得ることができたっていうのが一番大きかったですね。 それから、ここ数年は FX です。そんな感じでね、私の場合の継続っていうのは、だいたい3年で一テーマをやってきましたね。振り返ってみたら。1000日です。だから千里の道も一歩っていう動画を結構出すんですけどね。で、様々なこうやってビジネスを突破してきたのは、全部ね、継続っていうことだったんですよ。うん、無意味の継続です。無意味の継続を意味の出るまでやってきたってことですよね。最初の話に戻りますけども、 ブログを1個、YouTube を1つ、それから懸垂1回、腕立て数1回っていうのは何も意味をなしません。でも、結果が出るまで工夫と継続を重ねていった結果、求めた金額っていうのが、まあ私の実績となったのかなっていうところでございますね。ワンハースさんおはようございます。だからね、本当強調したいのはここなんですよ。無意味の積み重ねだが、無意味の積み重ねが意味をなすんですよ。 不思議ですすよよ。ね。1回1回無意味なんですよでもやっぱりたくさんやることによって意味を出してくるんですよね。まあ、例えばこういう紙がありますけども紙にね銃でバーンと弾を撃つと貫通して当たって死んじゃいますよね。でもこの紙を防御には無意味と思われてるこの紙でも積み重ねていって電話帳サイズにしたら弾が止まったりするんですよ。で自分の体を守ることができますよね。 まあそんなイメージと言ってもいいかもしれないですよね。じゃあ、ここで継続は力なりって言葉をちょっとね、解説していきます、うん。継続は力なりっていう言葉は、続けることの重要性ですとかね、うん、あと、絶えまず、くじけずに続けていくことの大切さを端的に述べた表現であり、格言っていうのは皆さんもご存知のことだと思います。これをいくつかの意味合いに解釈することができますので、ちょっとその辺をね、今日はお話していきますけども、 個々の成果は微々たるものであっても、地道に成果を積み重ねていけば、やがて大きな事業を達成できるっていうのはね。こういうことが、まずは考えられます、ね。目標を達成できるんだよ。継続ってのはそのぐらいすごいことなんだよってことですよね。で、次にね、今は実力不足であっても、くじけずに修練を積んでいけば、いずれ耐性できるってことです。これだから YouTube にものすごく当てはまってるんですよ。ブログとかに。 ブログの書き始めって文章の書くペースも遅いですし、言葉選びも下手なんですよ。動画も同じです。でも、動画でもブログでも書くこととか話すことって、100回、1000回、1万回やったらどんどん上手になっていくんですよね。まあ、つまりは最初は実力不足であっても、続けることによって実力が付け加えられていって、トークスキルとかね、ライティングスキルって退化するってことがないんですよ。ブログを全然書いてないのに上手になりますかとかね。 YouTube で全く喋ってないのに上手になりますかってことなんですよ。やればやるほど、少なくとも自分は上手になるってことですよねで。継続は力になるでしょ。で、3つ目なんですけども、物事を成し遂げるまで諦めずに取り組み続けるってことは、それ自体が優れた能力になっちゃうんですよ。で、今お話したようには、それはブログやったりね、転売やったり、YouTube やったり、FX やったり、暗号通貨やりましたけども、全部3年以上の継続をしてるわけですよ。 つまりは取り組み続けるってことが自分の力になって多分どんなことでもね続けることができるようになってるんですよ短期集中も長期継続もできるんですよねそれが私はねいろいろやってきてよかったなっていうところの一番大きいところですどんなこともなんかずっといろんな工夫をしながら楽しみながら続けていくようなことができるんではなかろうかと思うんですよねあ、相川さんおはようございますであの 継続は力なりって一体誰の言葉かなっていうのをちょっと調べてみたんですけども、来島武彦さんっていうね、方らしいです。私この人知らないんですけども、なんか記念館にもある,あるらしいんですよ。来島武彦記念館ってあるらしいんですけども、その記念館の入り口に継続は力なりっていう石器があるそうなんですよ。つまりは、この来島武彦さんっていう方が、継続は力なりっていう言葉を最初に使った張本人ということらしいんですよね。 お、相川さんも、そして、あやさちゃんもおはようございます。日高さん来ないですね。<laughs> 忙しいのかなまあでも朝は眠いから来ないかもしれないですね、はい。で、継続は力なりに似た言葉で、千里の道も一歩からっていうのがあります。実は意味としては全く違うんですよ。うん、どう違うかっていうとね、千里の道も一歩からっていうのは、どんなトラブルも それが始まって間もないうちの方が対処しやすいですよってことを最初は言ってたらしいんですよ。千里の道も一歩ね。うん、だからずっとほっといて、もう千里ぐらいの大きな事業になっちゃってね、取り返しがつかないようになるまでに、最初の一歩の時に対処していけばよかったじゃないってことらしいんですよ。で、これが転じて、小さなことでも今日始めれば千日後には大きな成果物となっているよっていう意味になってきたらしいんですよ。 あさちゃんもぴよぴよですね。清みさんえ、名言が実体験でえ説明できるのは本当にすごいです。私たちの先生をおもろしありがとうございます。<laughs> いや、私はねその、YouTube でそのね、やってきたことを全部残してきた10年でしたから、あのアカウントが消滅して動画全部消えるのはね、まあ、その10年がね、な,んかなくなるようで寂しいですね。まあでもいいんですけどもね、今までやってきた、何年もやってきたお店や会社もみんななくなりましたんで。うんだから どっかでね、さよならして、いつもいつも過去がどっかに消えていくからこそ、これから積み重ねて未来を過去にしていくって日々が続くんだろうなと思うんですよね。まあ、記録にからは消えても、私がやってきたってことは別に消えるわけじゃないんだよね。この人類の歴史の上から。<laughs> うん、はい、それでね、千里の道も一歩もそうなんですけども、継続は力の意味もそうなんですけども、 あの、逆を考えてた時にちょっと怖さがあるんですよ。怠慢とか怠惰あっちをかじって、こっちをかじって、みたいなことをやっている。これを線に続けたらどうなるかってことなんですよ。さっきとは全く逆になっちゃいますよね。もはやね、そういう風な日々を送ってしまうと、自分が衰えていることっていうのを受け入れてしまうんですよ。例えば、もう年だから仕方がないよねって。若い人はいいよねっていう風になっちゃってませんかうん。で、 結局一部の人しかうまくいかないんだよねとかって腐っていくとかねだから成長と進化をいつも他人事っていうふうに思っちゃうようになるんですよ、まあ、そればかりかね自分のわずかな変化と成長に満足してしまって結局それが元で退化するってことにもなるんですよ私がね思うのは本来人間ってのは年齢を重ねれば重ねるほど有利になるはずなんだと思ってるんですよね 例えば年齢を重ねて、まあ、50になりました、60になりました。短期集中を何回やってきましたっていうふうな経験値がたくさん詰めるじゃないですか。で、長期継続もそれだけ生きてると、やるチャンスっていうの恵まれるわけですよ。だってね、5歳や10歳の人が何の長期継続ができるんですかってことですし、短期集中が何回できるんですかってことなんですよ。どっちもできないんですよね。短期集中をやる、 回数も若いとそんなにたくさんは詰めませんし、長期継続の長期がないわけですから、若いと。だからね、どっちもないんですよ。でも年齢を50とか60積み重ねていくと、今までたくさんの短期集中したなっていうことと、あ、長期継続も自分はこんなんがある、あんなんがある、そんなんがあるっていうふうに振り返って語れるんですよね。まあ、お店を10年やってる人は10年やってきた。家族と20年過ごしてる人は20年だとかね。 一つの趣味を俺は30年やってきたぞとかね。いや、就職して40年経つんだみたいなことがね。できるのは、年を重ねたからこそ、継続という実績が残るし、短期集中の実績も残るってことだと思います。若いところはできません、両方とも。で、数十年の人生を継続してきた実績ね。その中で何度も何度も短期集中を繰り返してきたなら、二つの能力が備わっているはずだっていうのを繰り返させてもらいます。それは、短期集中のスキルと、 長期継続のスキルが同時に手に入っているのが、50代以降の人生のその姿なわけなんですよ。だから、こんな短期集中しましたよっていうのをたくさん語れたりとかね。私は長期継続はこんなにたくさんしてきました。みたいなそういうふうな語れると、まあ、豊かな50代後半人生が送られるんではなかろうかと思います。ね。私も50歳になりますしね。40で、40代で培った力をいよいよ試す時が来たなと思いながらの今日の放送でございました。 それはね、ちょっとテーマを変えまして、50代に私これからなるわけですんで、ちょっとだけね、50代の男性の恋愛について語ってみようかと思います。まあ私はもう結婚してますんで、恋愛ってのは奥さんに対してするだけなんですけどもね。50代男性の恋愛。まあこれが独身だと仮定して、ね、まあ30代の女性から見ると、実は50代の男っていうのはおじいちゃんなんですよね。うん だから、50代で自分は若いっていうふうな、ひいき目で自分の鏡を見ちゃうんで、まだまだいけるかなと思うんですけども、50代の男性はさすがにね、おじいちゃんの入り口ですから、もうおじいちゃんと呼ばれてもしょうがないと思います。実際に孫、お孫さんとかいらっしゃる方もいますからね、おじいちゃんですよね。だからそういうところに私もこれから足を踏み入れるんだなと思ったら、見た目とか考え方はやっぱりね、いつもいつも若くしていたいなと思いますし、自分が付き合ってもらえるような、 人間関係も若い人も重ねたいなと思うんですよ。若い人もですよ。ある程度の年代の人が多いのはそれはそれでしょうがないですけども、じゃあね、50代の男性で10代や20代の知り合いがどのぐらいいるかなとかね、そういった人たちとどのように関わってるかなってことを考えると、まあ、例えば会社を経営してると10代のアルバイトって結構ね、関わることが多いわけですよ。で、そういうふうな人間関係は当然できますし、 ボランティア活動や宗教活動をやってると、やっぱりね、普段関わる10代や20代の男女っていうのにも接することができますので、自分の感覚を若いまま保っていられる可能性はあるんですよね。まあでもこうやって振り返ってみて、自分の人生の人脈設計図を見たときに、50代の男性がね、50代以上の人はそこそこいて40代の男女もそこそこいるな。でも30代とか20代になったら急に減るよねとかね。 いや、10代以下に至っては全くいないよみたいな、そんな50代の過ごし方になっちゃうかもしれないですよ。まあ、それは私の求めるところではないかなと。もちろん、いい悪いっていうのはね、別にないんですけども、うん、でもやっぱりね、あの、ある一定の年齢層には、あー相手にされないといいますか、そういった年齢層と関わるのはすごく自分は苦手だと感じてるんだったら、そこは攻略していかないと。全世代に対して、うん、やっぱりね、 まあ、いわゆるモテていかないといけないかなと思うんですよね。で、テーマが50代男性の恋愛ですから。前提としては30代女性から見ると50代はおじいちゃんっていうふうになっちゃいますね。ならないように30代女性にはもちろんですけども、20代、10代、男女にも,も、やっぱりね、えーまあ、人のつながりっていうのは残しておきたいなと思うわけですよ。で、結婚の可能性ですけども、40代の男性が結婚できる確率って1%らしいですね。でしかもその1%の内訳が、 芸能人、経営者、医師、資産家にほぼ限られていて、普通に、例えば会社員やってますとかね、なんかわかんないですけども、特に芸能人の医師でもない方、資産家でもない方が、じゃあ40代で結婚できる可能性1%ですかって言ったらそうじゃなくて、それは99%の方に入ります。つまりは、ちょっと厳しいんじゃないですかねっていうふうに、実績としてはなってるみたいですね。これ総務省のデータです。で、50代の男性の 結婚の確率なんですけども、これはね、0.7%ともっと少ないらしいですね。その内訳は50代前半で結婚した方が0.5%、後半で結婚した方が0.2%ということで、非常に50代以降の結婚は男性にとっても結構厳しいと。莫大な資産があるか、芸能人か、みたいなことが条件でついてないと、その上に本人同士がいいか悪いかっていうところらしいんで、 恋愛はね、もうすでにそれまで生きてきた実績も込みで評価されるってことになるそうです。で、そのことをね、お話して今日のライブは終わっていこうかと思いますけども、女性から見ると少なくとも男性は50代になっているんだったら、当然こういうことは身につけていてねっていうふうに思っていることがあるそうです。例えば、センス、ね、立場、うん、人脈、ユーモア、 資産などなどどつまり50代男性に対して女性が思うことは今までこの男性どんな人生を積み重ねて50代になったのかなつまり過去をどのよううに積み重ねててきたかを判断してしまうんでですすよこれがだから実績ってやつですどんな継続を実績として持っているのかってところが50代の男性には結婚相手とされる女性から求められるところなんですよね。 で、逆に20代の男性を女性が評価するときは、これからこの男性どうなるんだろうかっていうふうな未知数、可能性にエントリーしてくるんですよ。つまりは期待です。ここが大きな違いなんですよ。ね20代、30代かな。20代、30代、30代の前半までの男性に女性が評価することは若いからこそ実績がないのはしょうがない。その代わり、どのくらいの未知数があるのか。 どのくらい期待できるのかってことを男性に対して見ているそうですね。で、逆に50代の男性に対しては未来への期待はあんまりないんですよ。ね。<laughs> 50代男性にはあまり未来を期待してないらしいです。そうじゃなくて、ここまでの実績をより評価してくるってことなんで、どんな継続ができた人なのかなとかね、どんな実績を残して、 50代という年代に来たのかなっていう、それまでの人生をね、見るそうですね。だから資産ができちゃった方は、お金そのものに対して魅力もそうだけども、あ、ちゃんとこの人はお金が残ってる人生を歩んでこれたのね。素敵な方だわっていうふうになるわけですよね。でも50代になって、えお金も作れてないのじゃあ、あなたが結婚したいっていうのは何なのっていうふうになっちゃうわけなんですよね。それなりの地盤を設けてね、50代になったら、 結婚のことを考えてよっていうことらしいんですよ。うん、まあ、それは、女性は金かよっていう私は思わないんですよ。当たり前なんですよ。女性でも男性でも、うん、ある程度自分とね、自分の家族が養えるぐらいのお金は、うん、まあ、しっかりと稼ぐことが前提でやっていかないと何も成り立たなくなってくるってことなんでしょうね。まあ、もちろんそういうことがなかなか難しい方もいらっしゃるんで、それは一人一人状況に合わせてなんですけども、少なくとも自分が幸せになりたい。 家族を幸せにしたい。金がないことによって不自由かけたくないと思うなら、その問題はクリアした方が、まあ結婚はしてもらいやすいんだろうなと思いますし、結婚の前の恋愛だってね、十分お金かかりますんでね。はい、あやさちゃん。若い人と一緒にいる機会が少ないので、頭が老化しており、老朽化しております。あやさちゃんでもまだ若いですもんね。えー、のクさん、おはようございます。皆さん、50代おじいちゃん、リアルメイドさん雇うかしら。 あいいっすね、メイドさんね。うんいや。私もインドネシアにね、住む際には、メイドさんを10人ぐらい雇用しようと思ってたんですよ。10人雇用しても大体ね、30万ぐらいで収まるそうなんですよ。高くても40万ぐらいでね。はい、あいさちゃん。50代には甘えさせてくれるかどうかで見てしまいます。雇用力ですね。まあそうですね。確かにそれはね、やっぱり50代になってね、男性として男としてね、まあ女の子を甘えさせてあげるぐらいの 宿りりになれなれかっったらどううすするんだっていうふうな気持ちはありますね私は自分に課してますね,ね。感情的に来られても、よしよしっていうふうにねあの、きちんといなしてあげたりとか、あれが欲しい、これが欲しいっていうぐらいのもんだったら、どうぞどうぞ、うんまあ、買ってあげますよって、別に島やマンションや別荘が欲しいって言ってるわけじゃないんでしょうってことですからね。<laughs> まあせいぜいね、あそこのお店のパフェが食べたいとかね。 きれいな景色が見たいからドライブ連れてってぐらいのもんでしょうか。あ全然50代の男としてはこなせるものばかりだと思いますし、うん、そう思えるような50代を目指していきたいなと思いますよね。やっぱりね、女性にね、自慢できるような男でいたいかなと思いますよね。これは男の見えですよ、それは。そ、うん、それこそ あの、女性が集まって男性の悪口を言うみたいなシーンもありましたけども、そんなね、あの、ネタにされないようなね、いや、みんななんか、彼氏や旦那さんの悪口言ってるけども、愚痴ってるけども、うちは違うわ、うちは素敵な旦那さんなの。ね。もうすごく優しくて力もあるし、しっかりとお金も稼いで、何不自なく暮らさせてくれる。 確かに大きな贅沢はしてないけども、でも私の胸に収まる幸せってのはこのぐらいで十分です。みたいなね。<laughs> まあそんな男でいたいなと思いますけどね。うん、はい。はい、ということでね、大体今日の放送は以上でございます。えーまあ、男としてどう生きるかってことは、うん、大きな課題になってきますけども、特に50代にこれからなろうとしてる私にとってみたらね、やっぱこう、 まあ自慢できるパパでありたいなというところですかねまとめれば修行の日々は続くということでございますじゃあ今日は以上で,ですねあの継続は力なり継続しなければその継続しなかったことの継続は大きなダメージになるよってことでございます小さな積み重ねそれが大きな成果につながりますけども小さなサボりの積み重ねは 大きな失敗に転落につながるのかなってことですよね。えっ、ー、と、を相川さん、恋愛感情がないのに甘えてくる部下、困ったものです。うんなるほど。ああ、なるほどね。相川さんの職場で部下の方がいらっしゃるんですよね。うん。まあそこはもう相川さん、あれですよね。部下を手なずけるっていうかね。 まあ厳しくいきゃいいんじゃないですかね。うん。うん、やっぱりこう、気難しい先輩でいた方がいいですよね。厳しいことを言ってひるまない先輩っていうのかな。あの、もうある意味その、スパルタでいいんじゃないですか。いや、私はそういうふうに思うんですよ。うん、いつもね。うん、やっぱり仕事って、 別に友達関係とか好き嫌いでやるもんじゃないんで踊れやすどれやでいいんじゃないかなと思いますよね。うんそれこそパワハラ一歩前で鍛え上げてあげないとなんかすごくねかわいそうなその部下の方とか後輩の方が5年後10年後20年後を迎えてしまうんじゃないかなと思うんですよ。うんやっぱり口うるさい先輩であったりね その相川さんが職場に入ってきたら、それまでね、ガヤガヤしていた職場がピリッとしてね、やべえみたいに思わせて、しまいには無言でも勝手にみんながね、自分で判断して動いてくれるみたいなね。まあ、そんな、あの、働き方ができるんじゃないかなと思うんです相川さんならね。だからこれがね、若いとできないんですよ。20代や30代で人の上に立っちゃうと、もうやっぱりなかなかね、 舐められちゃってダメですね。うん、そういうのって、会社の役職には頭を下げてくれますけども、その役職についた、例えば久保哲郎には頭下げてくれないんですよ。そうじゃなくて、役職がついてようがついていまいが、背中を見てね、うん、やっぱ育ってくれる。まあそんな部下や後輩を抱えると、うん、なんか、 なんかすごくいいなと思っちゃいますよね。まあそういうふうな組織に全く馴染めなかった私なんでえ、そんな理想を思っちゃいますよね。まあ実際ね、会社員として勤めるっていうのはどういうことなのか私は全く分かりませんけどもね。うん、部下ってのはでも、まあ甘えてくるもんですよね、でもね。先輩とかね。課長とか部長とか、部下ってのは甘えてくるもんですよね。 名前ってくれなかったらどうなんだろうどうなんちゃうね私が聞いたところによると先輩や上司のきしにななるそうなんですよだから「あこいつ使えねえな」って先輩や上司が部下や後輩に対して思ったってことはそういうふうに自分も思われてるっていうふうに考えた方がいいよっていうふうにね。まあ私の20代 で、サラリーマン辞めましたけども、サラリーマン時代に教わったことがあった。ああいうのも結構古い考え方なんですかね。最近はどうなんでしょうね、社員教育っていうのはね。あ、でも恋愛感情か。恋愛感情がないのに甘えてくる部下ってことは女の子ですね、これは。あ、うん、あ、でもいいっすね。その恋愛感情って最初からあるもんじゃなくって、甘えさせてあげたあげく生まれてくるものかもしれないですよね。 うん、どうぞどうぞってからね、甘えさせてあげた、あげく、ね、相川さんって、いつも甘え,甘えさせてくれるから好きみたいなね、<laughs> 女子社員が出てきたりとかしてね、ピヨピヨしちゃいますよね。あ川さちゃん、女を武器にしてる可能性が、ね。これね、女を武器にしてくれたらすっごい扱いやすいんですよね、私としては。あの、皆さんどうかわかんないですけども、 要するに、女を武器にするってことは、男は使えない技なんですよ。男は女を武器にするっていうのはなかなか難しいんで、じゃあ女を武器にするって結局女のかわいさとかね、あの、なんか恋愛感情とかを使ってくるわけですよね。私は安やす,やすと乗っちゃいますよね。そうすると、その女の子は、こうやったら久保さんは攻略できるなーっていうふうにパターンを覚えちゃうんですよ。だからそこであうんの呼吸が取れるんで、 持ちつ持たれつがやっていけるかなと思うんで、なんかどうやっても手なずけられない上司とか部下っていうのはね、厄介ですからね、なかなか警戒心を解いてくれないかなとか考えちゃうんですけど、どうでしょうか。<laughs> 相川さん、精進します。私もね、ちょっとね、精進したいんですけども、私ちょっとね、会社員としてのね、勤めがないんでね、なんかもう私はもう20代で、あの、経営者になってしまったんで、でしかも、 部下や後輩を全然使い切れなくってね、今はね、誰一人雇ってあげれてないですからね。だから、相川さんも会社員として、多分部下の方や後輩の方がいらっしゃると思うんで、それだけで私よりもね、あの、優れた存在だと思いますよ。私にできないことやってますよね。ノクさん、社会不適合者 <laughs> 会社不適合 <laughs>。いや、まあ、でもね、会社には不適合かもしれません、私たちは。でも、 会社を離れたところでは、まんまと適合してるという言い方もできますんで。<laughs> はい。あさ沢ちゃん、引きこもり。<laughs> はい。いや、私もかなりの引きこもりですよ。もう家族以外とはね、口も聞いたことがない。あ、でも、この YouTube で皆さんと関わってるのが唯一の人間関係です。これもね、よく私言ってると思いますけど。いや、本当に人間関係私ないですからね。<laughs> だから悩まされることがないんですよ。職場とか、地域とか、 要するに家族以外の人間関係ってものすごい厄介ですよね。でも家族ってどんな異かいが起きても結局はね、夕食ではいただきますなんですよ。<laughs> はい、えと、ー、清美さん。私の継続の一番長いのは10代後半から今まで共に人生の歴史を作ってきた主人です。これからも人生の歴史を続けたいです。先生は大きな器で奥さんや山本君を守るのが可能が、ああ、共に切磋 琢磨するのも楽しいです。おー、なるほどね。そういうのもいいですよね。えー、いさちゃん、清美さんのますます旦那さんを好きになりましたっていうのがとても好き。ああ、いいですよね。うん。まあ、そういう関係で言いたいですよね。私たちはね、こう、憎しみ合うためではなくて、愛し合うために生まれてきたんでしょう。きっと。えー、今日も人類みんなで愛し合っていきたいですよね。まあ、少なくともね、人の国を武力でもって取ってしまおうみたいなね。<laughs> 嫌ですねあんなのはね、うん。じゃあ今日は以上でございます。じゃあありがとうございました。以上です。まあなんかほんとね、50代を前にして反省することが多いですね。どうしよう。<笑><笑>えー 今日の放送終わりでございますの、ね、で、<laughs> 適当にリラッスしてください。しばらくちょっと残しておきます、ね、うん。なんかね、この、廃墟すごい廃墟系の動画面白いですね。廃墟ニュータウンとかね。面白いなぁ、やっぱ。廃墟動画の。 今日の相場解説。ドル円135円いくと思いますよ。今年中にね。大張りしといた方がいいかなと私は思ってますんで、大張りします。もう、あの、1、2、3月で稼いだお金を全部突っ込むつもりでね、今後、135円まで伸びる相場にぶち込んでいこうかなと思いますね。まあ、全部失っても別に。 あの、去年の年末に戻るだけなんで、資金的には。痛くないかなと。得た利益でさらなる余剰資金を目指すというところですかね。うん、でもこんなね、FX してもね、社会の価値提供ほとんどないんですよね。だから FX の攻略方法をこうやってお伝えすることが、 社会のサービス還元にならんのかなと思いますけどなるのかなまあ、買ってもらいたいですよね。FX のね、あれですよ、コミュニティ、私今年リリースしますからね。昨年は FX の基礎講座とテクニカルっていう、どこの本にも書いてあることをやりましたけども、細かく私がね、その、皆さんの ま、資金運用のアドバイスをね、あまりしすぎると、いろいろと法的に難しいところがありますけども、あの、どのように考えていくのかとかね、私がいつエントリーしてるのか、決済してるのかってことをもうちょっと細かく、それから、あの、基礎講座でお伝えできていなかった、今回ね、ヒゲについてかなり細かく語りましたけども、あの、髭の見方を間違うとテクニカルが全く生きてこないんですよ。だからやっぱり髭は、 ちゃんと勉強した方がいいかなと思ってますね。あ、やさちゃん。そうですね。はい。まあまあ、昨日は寝込みましたが、今日は頑張ります。はい。えっ、ー、と、いってらっしゃい。ぴよぴよ。きよみさん、あやさちゃん、目の前に二人も宝物の子供たちがいるのは本当に素敵だと思います。頑張っても。はい。本当そうですよね。頑張らないとね。やるぞ。じゃあ、失礼します。ありがとうございました。